2020年12月16日、強烈寒波で日本海側を中心に大雪警戒。15日から16日朝にかけて日本海側を中心に1メートルを超える雪が降り、記録的な大雪になっています。17日にかけて警戒が必要です。日本列島には今シーズン初めての強烈な寒波が流れ込んでいます。群馬県みなかみ町の藤原や新潟県湯沢では24時間で1メートル以上の雪が降り、観測史上1位の大雪となりました。16日午前10時現在の積雪は湯沢で133センチ、青森市の三景は162センチで、朝は名古屋も雪が積もりました。また、熊本では初雪を観測しています。寒波のピークは夜までで、この後も大雪が続くとみられます。17日朝にかけて予想される雪の量は、いずれも山沿いの多いところで北陸は100センチ、関東甲信は80センチです。雪崩や屋根からの落雪、交通障害などに警戒が必要です。テレビ朝日ニュース記事より引用。今年はラニーニャ現象が発生しており、大寒波に見舞われると予想されていた通りに強烈な寒波が日本列島を襲っております。今年の夏はシベリアでも38度を記録するなど、また異常高温など異常気象が多発しており、気象変化も多い年となりました。様々な要因があると思いますが、地球温暖化の影響も大きく関わっているものだと考えられます。我々人類は壊してきた環境を健全化しないといけないのです。高島博士は、地球の起死回生という大きな目標を掲げ、この状況にバイオ生物工学という分野で日々戦っておられます。地球環境を微生物と酵素、そして宇宙からのエントロピーで地球環境の調和を取り戻す研究をいたしております。皆様も COVID-19 の流行で微生物やウイルスがどれだけ脅威となるかをご理解できたと思います。しかし、その逆もあるということです。微生物やウイルスが自然環境や生物内の環境を好循環に導くことも多く存在するのです。その最先端のバイオ工学が EMBC 複合発光技術です。本来共存し得なかった微生物の種族を共存、共生させることに成功し、他の微生物を攻撃するような悪性ウイルスや細菌、有毒性物質をも協調性を持ったものに生まれ変わらせていくという夢のような研究です。微生物やウイルスという目に見えない世界の分野で、未だに解明されていない部分が多くあり、その全容は未知数です。我々エコロジーサービスは、現時点で最高とも言えるバイオ酵素水を、高島博士の元製造に成功いたしました。我々の携わる、EMBC 複合発光という科学は、組成回帰の科学という理念を原点に、自然に全ての生き物に、そして人類の繁栄にいい環境を作るというウィンウィンの関係を構築する起死回生の科学なのです。この研究で生まれた起源酵素は、新バイオ技術で製造された酵素入りバイオ飲料です。もちろん土壌改善にも使用できますし、ゴミなどの無害化にも使えます。微生物と酵素の作用で体内の環境を改善させ、病気、ウイルスに強い健康的な生活を送れることも解明されています。起源酵素は11種類の天然素材と霊峰富士の地下から湧き出たきめ細やかな湧き水で作られており、体に害をなす材料や添加物は一切使用しておりません。最後に、皆様にとってもお得なキャンペーンをお伝えできることになりました。昨年末より全国販売を開始した記念として、全商品 30% オフのスペシャルプライスにて現在販売しております。よろしかったらこのお得な期間に起源酵素をお試しください。よろしくお願いいたします。この起源酵素を当社では販売しております。お問い合わせはエコロジーサービス電話 092-407-3604 までよろしくお願いいたします。チャンネル概要欄にリンク貼り付けておりますので、ご興味のある方はホームページも覗いてみてくださいね。この動画にご興味があれば、チャンネル登録と高評価をつけていただけると励みになりますので、よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。カットできる部分